はい、皆さんこんばんは。今日はね、つむつむのプレイヤーレベルに関する経験値について話していこうかなと思います。意外と知らない人も多いと思うので、今回一つの動画として説明していきますね。はい。で、経験値っていうのはスコアに関係してきます。一つ画像を出しますね。はい。こちら攻略サイトのゲームエイトさんが出してる表です。ちょっとお借りします。はい。で、見てわかる通り、左側のスコアが取れると、まあ、右側の経験値が、入ってくるっていう仕組みになってます。この左側のスコアっていうのは、リザルトの点数ですね。レベルボーナスが含んだ上で、この点数が出ると、右の経験値が入ってきます。まあ、一応厳密に言うと、この0から70万の間にも、まあ、多少の変動はあるんですけど、ちょっと僕も、まあ、攻略サイトって意外と古い情報もあったりするので、本当かどうかっていうのを自分でもちょっと調べてきたんですけど、まあ、ここ今、ね、紙の音がしてると思うけど、これで調べてきて、8600スコアたった4桁ね、いくと4経験値入ります。なので104になったり、まあ、そこから110、120、130って増えていくんですけど、まあ、その変動があるのはこの0から70万の間なので、まあ、そんなミッションとか基本的には出てこないので、今回、まあ、割愛です。まあ、見てわかる通り、900万までしか最大経験値は入ってきません。なので、スコアで取れる最大は800経験値です。うん、2000万とか5000万とか1億取っても最高で800までしか入ってきません。で、それ以上、経験値を取るってなると、マジカルボムのスターボムってあるでしょ。これが1個あるごとに経験値が10プラスされます。まあ多分この810とか820っていう数字になった人も多いと思いますけど、それはワンプレイ中にスターボム1個2個割ってるので、その経験値になってます。なので、ワンプレイで経験値を多く稼ぎたいってなったら、スターボムをたくさん出せる積む、かつ点数が取れる。なので、まあメジャーなのがジャマレとかマルドラ使うとスターボムとか結構たくさん出てくるので、プレイヤーレベル上げるにはもってこいの積むだと思います。このスコアが関係するってことで、アイテムもね、このアイテムで経験値のアイテム、プレイヤー経験値 10% アップ、多分基本的に多分これ使う人が多いと思うんですけど、ミッションとかでちょっと苦戦する人は。ただスコアが関係するってなると、このスコアアイテムも重要っていうかね、この獲得経験値を取る上で関わってくるので、うん、こちらのアイテムも使用してみると、なんか770経験値取れみたいなミッションでつまずくっていうコメントがあったので、それも達成できるんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれ表をずらしますけど、これだったかな。はい。ちょっとね、サバカの方でやってきました。左側、普通にプレイして、ちょっとプレイヤーレベル 15% って低いんですけど、870万スコア取れて、まあ、経験値、この星のところが750なってる。800届いてないので、あ、800じゃない。900届いてないので、まあ750経験値合ってますね。で、右側のやつ。こちらが、素の点数では同じくらいなんですよ。レベルボーダムスの横を見ると、1190万と1180万。あ？じゃあ、1100じゃない、118万か。ただ、レベルボーナスを含んで、900万届いても、ちゃんとこの経験値のところ800超えてます。これスタボも1個割ったので810になってるんですけど、になってるので、ちゃんと反映されてるのがわかると思います。このスコアに対する経験値っていうのが。はい。で、まあ実際これはスコアアイテム使ってますけど、経験値アイテム使ってやった方が、この750に、経験値の 10%75 が足されるので、経験値アイテムの方が825になって多く経験値は入ってきますね。で、そこで
そこでなんですよ。まあ、片方だけ使うんじゃなくて、経験値と、はい、こちら。これが経験値とスコアアイテム、どっちも使ったやつです。素の点数が580万かな。これ 10% なので。で、いくと、点数的には700万。なので、700経験値。なんですね。そこからの経験値アイテムの 10% が足されて、770経験値になるので、2つのアイテム使うと、より経験値が多く入ってくるので、なんか、ミッション、さっき言った770経験値取りたいとか、まあもっと多分経験値多いのもあると思いますけど、ミッションの内容的には。それを取る上では、この2つのアイテムが、ちょっともう一回どかすね。この2つのアイテムが重要になってくるので、もし苦戦している方は両方のアイテム、ね、使ってみると達成できるかもしれないので、やってみてください。ちなみに、シンデレラなんかで、やると、まあこれ21億僕が出したやつなんですけど、まあ見てわかる通りね、経験値のところがわけわからないことになってます。46,280。スターボムがめちゃくちゃ出てくると、こんなね、意味わかんないことになってくるので、まあシンデレラなんかも、すごい経験値がね、取れるツムなので、まあプレイヤーレベル上げたい。って方は、さっき言ったマレドラとかジャマレ、スターボムがたくさん出てきて、かつ、まあ、なるべく早く、その900万取れる。ってなってくると、ね、プレイヤーレベルどんどん上がってくると思うので、ぜひ試してみてください。はい。じゃあ、今日はこんなとこで終わります。そう、経験値のミッションとかで困ってる方は、さっき言った経験値アイテムと、プレイヤーレベル、違う。スコアアイテムだったり、まあとにかくフルアイテムで点数を取れるようにやっていけば、そのミッションなんかもクリアできると思うので、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今日はここで終わります。お疲れ様でした。バイバイ。